こんばんは、キリです。ラットです。クでーす。歴史はエンターテイメント、カシマシ歴史チャンネルへようこそ。 新しい大河ドラマ、どうする家康。まだね、2回目なんですけど、どうも今回の大河は歴史の真事実を取り入れていこうとか、そっちの方じゃなくて、まあ見ててわかりやすいとか、初見の人でも面白いとか、そっちの方に重点を置いたドラマ作りをするぞって感じみたいなんでね、このチャンネルとしてもあんまり最新の説がどうのとかね、そういう話はやめようかなとは思うんですが、ただ今回ね、いきなり松平正久が登場。 どどうししたたじゃないでですかどの人でしたっけ <laughs> あの大鷹城から駿府にね帰ろうとしてた途中に「元康様お迎えに上がりました我が松平一族は手を携えて」とかって言ってなんか騙し討ちにしたあの人です。ああの人なんか最初いい人なんかなと思ったけどめちゃくちゃ裏切ったあの人ですよね。何をしたたたかったのみたいな そう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 。あのね、あれはちょっとやっぱ説明いるよなと思ったんでね、今回その説明をね、させていただこうと思うんですけど、実はこの当時、三河の松平家って言ってこう、家康さんのとこね、元康君のとこだけじゃなくて、山ほどあったんですよ。18松平とか14松平とかって言われるぐらいいっぱい松平がいたんですよ。 まあ、あの、イエスさんの松平家の他にも、片野原松平家とかね、福光図松平家とか、小牛松平家とか、もうとにかくいっぱい松平一族がいたんですね。そのいっぱいいる松平一族がみんなね、仲良く手を取り合って、一致団結して三河を守っていたんだ。 って言うなら良かったんですけど、そういうわけにはいかなかったんですよね。さすが戦国時代でございます。まあもちろんあの手を組んでるところもあったんですけど、どっちかっていうと、権力争いを続けていたといった方がいい状況だったんですね。今回、家康さんを裏切った、元康君を裏切った松平正久は、大草松平家の四代目当主に当たる人でした。 このね、大草松平家って、もともとはね、岡崎松平家って呼ばれていた。というのでもわかるように、実は松平正久のお父さんの松平正康の時には、岡崎城を本拠地とする岡崎城主の家だ。 その松平正康の頃には岡崎城の他にも山中城とか大草城なんかを支配するまあ松平一族の中ではそこそこ大きな勢力だったようなんですね。ところが家康のおじいさんの安城城主の安城松平家の松平清康がその岡崎松平家の松平正康の拠点である山中城を攻め落としてその勢いで岡崎城にも攻め込んできた。 この時、清康は家督を継いだばかりの14歳の若武者だったんですが、すでにその無名は広く知られていたので、松平正康もとても叶なわないと思って、清康を自分の娘の春姫って言うんですけどね、その春姫の婿に迎えるという形で、岡崎城を明け渡し、自分は大草に引っ込んで隠居しちゃったと、徳川実記には書かれております。 で、その松平正康の娘の春姫っていうのと松平清康の間に生まれたのが松平広忠だ。つまりま家康のお父さんということになります。 なので、松平正康の息子の松平正久ね、今回あの元康君をね、あのちょっと騙してたあの人は、実はその元康君にとってはおじさんに当たるわけなんですよね。でも、まあ、正久の方にしたら、家康の方の松平家は自分のお父さんのものだった山中城とか岡崎城を奪った、まあ憎い相手でもあったわけだ。 そこで、まあ、腰淡た々んたんとね、奪い返す機会を狙っていて、これはもう史実である方、実際なんですけども、実際、この後にね、三河の一向一揆っていうのが起こった時に、彼はね、一向衆の信者でも何でもないのに、そのね、一向衆に味方して、一揆側について、元康君に反旗を翻しているんですよね。 ただ、あの、ドラマみたいにね、桶狭間の戦いの後で、なんか、元康君を罠にはめたっていう事実はないんですけど、あのシーンの裏には、まあ、こういうね、松平家のなんというのか確実みたいな裏事情があったわけだ。なるほどね。納得。ただね、さっきも言ったように、この話は徳川実機に載っているエピソードなんですよ。まあまあ、あの、もうずっと言ってますけど、事実はその徳川実機と違っているんじゃないかというのが最近の説になります。 最近の説、多いですよね。多いんですよ。<laughs> <laughs> すいませんね。もうなんかこう、いろいろ変わっていくのが歴史ということでね。はい。なのでまあ多分ドラマではね、さっき言ったような徳川実機の松平正康とそのおじいちゃんの,方の松平清康の関係から、松平正久、おじさんの裏切りっていうエピソードにつなげたんだと思いますけど、一応ね、最近では家康のおじいちゃんのその清康っていうのは、<laughs> 英雄豪傑じゃなくてそんな強かったわけじゃなくて松平正康とも別に戦ってなかったというふうになってきてるんですね。<laughs> もうそこまで戦ってないっていうことまでなっちゃってるんですか <laughs> そうなんですよ。なんかどうもね、家康のおじいちゃんの清安がすごく戦に強かったって話は、後にさすが新君家康様のおじい様ってこう持ち上げるための森を盛りエピソードだったようなんですよね。ただ、その安城松平家が松平正康の岡崎松平家と対立していて、軍事衝突したというのは本当のようです。 で、じゃあ、正康やが、清康じいちゃんと戦ったんじゃなければ、誰と戦ったって話ですよね。この時、その主導権を握って戦っていたのは、この清康おじいちゃんのおじさん、清康のお父さんの松平信忠の弟にあたる松平信貞っていう人と戦ってたんです。だから、この清康 家康のおじいちゃんですよね。この清康のお父さんの信忠という人物は安城松平家の家督を継いだ人ではあるんですけど、どうもね、あんまり出来が良くなかったみたいなんですよ。 出来が良くなかったというよりか、なんか割と遠征的でね、もう俗世のことより、仏教とかね、そういうことに傾倒してたような人だったんですね。だからか、家臣とか、領民とかにしたら、うわあこの君主ダメや、あかんわーっていう感じで見放されちゃって、息子の清安、まだ13歳だったんですけどね、その若いね、息子にまあさっさと家督を譲らされちゃったっていうことだったようなんです。で、まあ、徳川実記の方ではね、この清康は、わずか13歳だから、鬼神のような見事な再配、 山中城を攻め落としってなるんですが、まあ実際は13の少年がね、そんなすごいことができるわけもなく、安城松平の実験というのはその京安のおじさんにあたる松平信貞に移ったようなんですね。なのでこの松平正康とそれから岡崎城を巡る戦いも主導してたのはこの松平信貞だったんですね。 そこでこのね、松平信貞にしたら、おじさんの信貞にしたら、おいの清安っていうのは、まあ、名目上とはいえ、安城城城主なんですよ。そのね、なんか13歳のおいっ子が城主ですって顔で、城内にいるのがやっぱ気に食わなかったみたいで、それでこの岡崎城を巡る戦いで、その正安とこう、講話をね、まあするんですけど、その時に清康を低欲、山中城へ追っ払っちゃったみたいなんですよ。 この場合、清安っていうのは、手のいい人質に差し出されたんだっていうふうに考えるのが妥当なところかなと思うんですけどね。ということは、おじいちゃまも人質だったってことなんですかね。どうもそうだった。まあ、同じ一族だけどね、みたいなんですよ。でも、ま、ほら、新君家康様のおじい様がそんな情けないんじゃちょっと困るっていうので、まあ、岡崎城を奪う大活躍をしたっていうふうに、徳川時期では話を持っちゃったんでしょうね。 山中城にいた清康は、まあまあ人質とはいえね、別にそんなね、迫害されてるわけじゃない、当時だからね、大事にされて、16歳の時にこの正康の養子になって、岡崎城に移ったとあるので、多分ね、この頃、正康の娘のさっき言った春姫ね、と結婚して、婿養子って形で岡崎城主の座を継いだんだと思います。 そのね、まあ、弟かお兄さんかわからないけどね、その、マサヒさんの方にしたらちょっと嬉しくないっちゃ嬉しくないよね。それでもね、一応は平和に戦ったりとかそういうことせずに岡崎上司になったっていうのがま、最近の説になっております。 で、ちなみにね、今までその、じいちゃんのことを清、清安、清安って言ってましたけど、岡崎城主になる前は、実は清高っていう名前で、岡崎城主になった時に、清安っていう風にね、名前を変えたんで、多分おじさんの、信貞さんと決別するみたいな意味で、ちょっと名前変えたのかなと思ったりもするんですけどね。 ということで、まあ、徳川実記では、その岡崎城主となった後、清康が数々の戦いに勝利して、西三河一帯を制圧したんだ、みたいなこと書いてあるんですが、まあ、これもね、特に資料もないし、まあ、嘘なんじゃないかと最近では言われております。おじいちゃん、刀なしじゃないですか。<laughs> そうなんですよね。<laughs> しかもその上ね、天文4年、百5 3 5年にこのおじいちゃんの清安は森山城を攻めてるんですけど、その時に部下の安部屋七郎っていう人に突如として殺されてしまうんですよ。なんかこれもね、どうも安部屋七郎の勘違いが原因というちょっとなんか途方なシーンなんですけれども、おかげで清安軍の方はこの戦いで敗北してしまうんですね。で、これはまあ後に森山崩れと呼ばれるまあ大敗北ですね、して語り継がれることになるんですけどね。その後、広忠、家康のお父さんですよね。この広忠が 後を継いで岡崎城主となるんですが、死んだね、おじいちゃんの清安の方が25歳の若さだったっていうのでもわかるように、この時の広忠、家康パパは10歳とも11歳とも呼ばれる、まあ、玄伏前の子供だったわけなんですよ。そのため、まあ、広忠がね、せっかく岡崎城主の後を継いだと言っても、松平信貞ですよ。この清安のおじさんだった人ね。この信貞が岡崎城を奪って、 ヒロタダはもう追われて逃亡の旅を続けることになってしまうわけなんです。あの、松平信貞って、娘のね、お嫁さんが、尾張の織田信秀。今回なんかね、藤岡博さんがやってるちょっと怖いね、信秀でしたけど、あの、信秀の妹だったりとか、で、娘をね、織田家に嫁がせていたりとかって言って、織田家とすごく深く繋がってる人だったんですね。 でもこの当時、織田信秀と対立していた駿府の今川義元にしたら、三河をね、織田家寄りのそういうものが収めているっていうのは面白くなるわけですよ。それでこう、いろいろ逃げていた、まあ伊勢の方とかにいたらしいんですけどね、逃げていた松平、広忠、家康のお父さんを助けて、岡崎城を奪還させて。それでようやく広忠パパは岡崎城主に返り咲くわけなんです。 ということは、家康だけじゃなくてお父さんもおじいちゃんもみんな苦労をしていたんですね。そうなんです。<laughs> なかなか苦労人のね、代々苦労して、しかも代々若地にだったんですね、じいちゃんもお父さんもね。で、ひろただにね、岡崎城を返して、まあ、基準するんですよ、そのおじさんの信さだはね。でもまあ、基準したとは言っても、まあ、無理くり今川の圧力だから、あんまりそのひろただと仲良くなったというわけにはいかなくて、まあ、断るごとに対立してますし、<laughs> 松田ら正久ね、信康君を騙したね。あの人の方も、おじさんの方も、まあ、後にね、三河の一行一気で、まあ、我らがもてやすくに反旗を翻すっていうことになる。 あるので、まあ、なかなか、ね、モティアス君もそれらをまとめていくのにまあ今後苦労することになるわけなんですね。ということで今日はね、同じ松平の一族って言っても仲の悪い人もいっぱいいたんですよ。モティアス君これからも結構大変ですよというお話をさせていただきました。この動画を気に入っていただけましたらチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。ツイッターもやってますのでフォローよろしくお願いします。ではまた次の動画でお目にかかりましょう。じゃあねー。 そうか東京03のあの人がタクタさんでしたっけめがけね,眼鏡ねかけてないからねちょっと分かりにくいけどね、うん、結構あの人好きだからあいい,いい役だと思ったけど頭をやってニヤって笑った瞬間ああと思った <laughs> 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 みたいな <laughs> いやだからね、まあ、美川一行一揆で裏切るっていうのは分かってたんで。 あ、こんなとこで出てきたと思って。多分、だからその、後にもきっとね、一個一気の時に裏切る人として出てくるから、それも今回もだから分かりやすくするためにも、鼻から、あいつはの信用ならねえとか、家臣が全然信用してない感を出して、あー、また裏切る人ね、前も裏切った人ね、みたいな感じで印象を付けるために、あそこでね、裏切ったっていう話は全然ないんだけど、後の三日一個一気の時の伏線として出したのかなっていうふうに思いました。なるほどね、そういうことね。 うん、じゃあ、もうあの人は裏切り者と、し二人もこれから見ていけばいい。そ,そう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 。<laughs> まあ、本人からしたらさ、俺は正しいなんだけど、まあ、元康くんのサイドからしたら、家康さんの方からしたら、裏切り者のおじさんって感じになるかなとは思います。なんかさ、松平だらけでさ、で、しかも名前もコロコロ変わるやん。 当時、その、徳川実記とか記録を書いてた人が間違えて、その間違いがそのまま残ってるっていうことが十分ありそうですけど。いや、だからほら、いわゆる18なのか、14なのか、16なのか、なんとか松平ってたくさんいました松平の数が、いまだに特定されないのはそういうことよ。<laughs> いろいろね、あの、19って書いてあるけど18におらんだとかさ、14って書いてあるけど16におるんだとかさ、なんかこう、いろいろと混乱が見られるみたいなところがあって、しかもほら、 岡崎松平が大草に変わったりとかするじゃないですか安城松平が岡崎松平だ,だったりするからどっちがどっちやだろうっていうのはあったんじゃないでしょうか <laughs> エクセルとかでまとめられないもんね <laughs> そうなのよね <laughs> 手書きだからねだから誰か一人が間違えたらんってなっちゃうよねこれはなんか入ってるけど書き間違いなのかそれともなんか正しいのかもう今となってはわからないみたいになっちゃったんでしょうね <laughs> まあいいかざっくり20にしとこ <laughs> たくさん <laughs>、まあ、たくさん一つ二つたくさんで OK だと思うので、とにかくたくさんいたんだよっていうね、松平だらけだったんだよ。三河は石を投げたら松平。それを言ったらね、イエスんの歌詞もね、石を投げたらホンダとかね、<laughs> まあその、みんな同じ名前が分かれていくんでね、それはしょうがないんでね、ちょっとややこしいですけれどもね、まあぼちぼちね、このチャンネルでも一人ずつ紹介していこうかなと思いますので、今後ね、うわーもうホンダだらけとかね、思わずに、松平はばっかりと思わずにね、まあちょっとぼちぼちゃ、裏切り松平の人ね、とかね、 そういう感じで覚えていっていただければと思います頑張ってついていきます頑張ります <laughs>